ひなちゃんとは半年前図書館で出会った。お嬢様なんて縁の遠い存在だったけど、一緒に勉強するうちに意気投合、付き合ってもうすぐ3ヶ月になる時は、お嬢様に似つかわしくない本を前にオナニーをしていた。僕はまだ公園での出来事を彼女に聞けずにいる。どうかした？この間聞けない、聞いちゃまずい。いやでも聞いて許されるのか、どうしよう。酸素が足りない状態で運動して肺活量を上げるっていうやつなんだけど、でもそれって下に降りてきて、何言ってんだろうね。あのねご両親が本当に遅くまで帰ってこないなら、私、いいよ。え？あの顔を僕だけに向けてほしい。ひなちゃん。なんでここに？全部知ってる。ここでしてたこと全部実はずっと知ってたんだ。でもさすがに言いにくくて。言わないで誰にも。私のこと嫌いになってもいいからお願い。言わない。え？言わないから今度は二人でしよう。ここでしてきたこと。米津くん。はあ、今度は私の番だね。から半年、お嬢様の彼女についてまた一つ理解を深めた気がする。さあ帰ろう。そうだね、送っていくよ。うん。僕だけが知ってる二人だけの秘密。きっかけは少しのおしゃべり。